heavyweight match. In the blue corner, at 193 centimeters and 106.4 kilograms, representing Gracie Fusion, the winner of the 2003 99 kilogram and over Abu Dhabi Combat Championship, Marcio Benepano Cruz!ヘビー級のトップの座を狙うため、まずチェンムベを潰すか、マーシオ・ペチパーのクルーズ。And in the red corner, at 190 centimeters and 115.1 kilograms, representing Team Tackle and fourth in the 1996 100 kilogram class Greco-Roman Wrestling World Cup, Iron Fist Fever, Joy Mubai!ファイターチェンムベ戦国夏のプレリュードが今始まる。小林大橋さあ、戦国ヘビー級エースの座上り詰めるのは一体どの戦士になるか、そしてその名乗りを上げるのはチェンムベかマーシオ・ペジパーのクルーズか。ジャッジジャッジジャッジラウンドワンホイス。ヘビー級ゴング3ラウンド、ゴングが鳴った。さあまずセンターを取って前に出ますクルーズ。おっとパンチを取ってきたチェンムベ、膝を突き上げる。意外とって言ったら失礼なんですけど、はい、ペジパーローは結構パンチまっすぐ出してくるんで、あ、で要注意なんです、ね、おっとこれは倒していった。クルーズがまずテイクダウン。大阪さんの解説、意外というのはやっぱり寝技の選手って見られがちなんですけれども、はい、やっぱりその序盤 の, その打撃であったりとか、ちょっと注目したいところではあるんですよね。一方のチェムベの方も破壊力のある拳をどんどん振ってきますからね。そうですね。ただここはややイージーにも移ったんですが、足をかけてクルーズがテイクダウン成功。足を抜きにかかります。多分ですね、チェンベの方は倒れながら返そうとしたんだと思うんですね、はい、だからその微妙なウエイトコントロールで、ペチパーの 方が今ハーフガードの状態になってるんですけど、はい、もしかするとチェンベはカウンターといいましょうか、その力を利用してトップを、はい、そうですね、ひっくり返そうとしてたのかもしれないですね。ちょっとそういう風に自分は見えましたけどね、はい、さあいずれにしてもトップを取ったのはマーシオ・ペチパーのクルーズ。このペチパーのというのがさあ逆にスイープになります。長いそうですね。さあ戻しましたチェムベ、スイープになるかと思ったんですが、スタンド戻します、はい、そうですね、ジャブから長いリーチ生かしてまっすぐ手伸ばしてきますから、はい、大きなパンチはフックを切ってタックル、同タックル入った。膝を突き上げる。このチェムベの方はパンチを振りながら、まあ、タックル今入りましたよね。そうですね、チェムベなんかちょっと覇気がないですね。これがまあ、スロースターターというんでしょうか、五郎さんの目にそう映ってるんですが、さあ ここも、あ、なるほどね、先ほどのテイクダウンのところではこれを狙っていたかチェムベ、ね、ここは見事に、ああいう動き得意なんですよねチェムベはね。ただこれ不用意に受けると、なるほど、はい、腕を巻いて開いた自分の右側ですよね。そうです、このパンチかなり結構効くんですよ実は言うと、ちょっと痛がってます ね, そうですね。ちょっとセコンドの方に声出したが、あと枠を取った、枠を取って顔を巻く、このホームルーあたりか、どうでしょうかクルーズ、スイーパーの体勢、どうでしょう、まだフェイスですね、まだフェイスです、はい、フェイスの状態ですが苦しいようだ。完全に顎が自分の左肩に乗る位置、その前にちょっとセコンドの方にチェムベの声をかけて大きな声を出したんですが、これキャッチが入っています。一旦解けます。何かアクシデントがあったんでしょうか、どうなんでしょう、岡野さんもちょっと動き悪いんじゃないか、ハッキー悪いんじゃないかとご指摘あったんですが、そうですね、一番最初にポコポコとパンチを打った時も、はい、なんか先にやる気があるんじゃないのかな、その反応だったので、以前のチェンベのファイトですとパンチが来ればそれに合わせてこっちも行くよっていう、そうですね、動かないですね。これは止められちゃいます、ね、にこう、まあ、いわゆる亀の状態でどんどんパンチをもらいます。クルーズが側頭部狙う。さあバックマウントをキープしながらクルーズがチェンベの顔面、顔面、そしてスリーパーか、
さらに脇の間が狙っていく。ちょっと動きないですね。そうですね、アクシデントなんかどうなんでしょう。レフリーが聞きます。さあチェンベリン、これはレフリーが聞いています。これもうあのレフリーもタイミングを見てるんでしょうか、どうなんでしょう。さあどんどんと、そうですね、チェンベリンちょっと全く動きが止まっているの で、ね、全く動きません。まあ、これこそ本来ですとこのバックマンなんとか向き直ってとか、はい、ガードしながらという動き出てもいいんですが、そうですね、全くチェンベリン動けません。クラッチを取って十字っていうふうに、はい、ペイパーの方あーっと即答感じで、これはチェンベリンなすがままなされるがまま目に入ったみたいな、なんかそういうポーズは取ってましたけどね。この展開に入る前ですよね。パンチの目に、ただそれはもう普通に指を入れてさえいなかったら、はい、反動でも何でもありませんから。パンチがもしかすると目の周りあるいは目の眼球に直接触れたのか。そうですね。そして三角、ね、さあ三角、横三角、はい、横から三角、後ろから入ってくる、入ってくる、ノノボタ、じゃあ入っている、さあどうだ、締めていく、締めていく、苦しい苦しい、さあこれ入ってるか、はい、入ってますか、入ってますか、はい、苦しい苦しい、チェンベ、しかし当たりました、タップした、決まった、チェンベたまらずタップした、チェンベの戦国はここで止まった、マーシオペッパーのクルーズ、戦国でもこの柔術テクニックでチェンベから一本を取りました。横から足を相手の喉元に巻きつけていって、そしてチェンベからタップアウト、タップを奪いました。さあ1ラウンドの4分37秒、会場では嬉しい重視ためというショットですが、はいはい、三角から の、つなぎ技、ここから変化しての重視ですね。なるほどね。角度がいわゆる前三角のようにまっすぐじゃないので、はい、横から入ってるんですね。だからこのまま腕を伸ばしてしまえば十字の形になるんですよ、はい、最終的な腕十字の形です。そういうことですね。1ラウンドも4分37秒腕ひぎ十字のためによりまして、マーシオペッパーのクルーズが戦国初見山で一本勝利を飾っています。さあこの試合をもう一度伺いましょう。コトラン、しかしはい、まだ分かりませんが、はい、アクシデント的にチェンベがセコンドの方に声をかけてという、それからもう防戦一方になりましたからね。そうなんですよね。ただ、まあ最初にも言いましたけど、この状態からのパンチ、はい、かなり強いんですよね、ペッパーのパンチっていうのは。なるほど。まあ、チェンベの方も3月にゲイリー・グッドリッジから KO で勝って、はい、そして乗り込んできた戦国ですから、そうですね、我々は非常に期待したんですが、はい、さあフィニッシュシーンをご覧いただいていますが、大野さんはこの試合どうご覧になりました。そうですね、チェンベ、ちょっとしたら試合の前からもコンディションが問題あったんじゃないかなって、そういう風に思えるくらい、なんかこうオーラがないというか、覇気がないというのがあったんで、それが気になりますね。さあいずれにいたしましても、戦国ヘビー級戦線、新たな強者が名乗りを上げてまいりました。柔術ケンタウルス、マーシオペッパーの